皆さんこんにちは、天然ジージーチャンネルです。本日は南海電気鉄道塩見橋駅に行ってきたをお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。南海塩見橋駅には、ここ阪神三宮駅から阪神本線快速急行近鉄奈良行きに乗って行かれるのが便利だと思います。この電車にはロングシートもありますが、回転クロスシートもあります。三宮駅を出発し、電車は魚崎駅に到着いたしました。この動画は全ての停車駅を撮影しておりません。あしからずご了承ください。続きまして、西九条駅に到着いたしました。乗り換え駅の桜川駅に到着し、乗ってきた電車をお見送りしております。この駅の改札口を出て正面エスカレーターに乗り、地上に出ますとすぐ塩見橋駅に到着いたします。塩見橋駅の横に出てまいりました。青い空に電車が美しく輝いております。アートな駅ですね。壁画が美しいですね。こちらは駅の正面です。スターバックスを連想させる素敵なマークがありました。大変綺麗な駅舎の内部であります。外側も内側も掃除の行き届いた感じであります。私の左側に駅員の方が立っておられ、電車を見送っておられました。見たことのない光景に何か儀式のような感じがいたしました。運賃表であります。古地図を思わせる路線図でございます。プラットホームにプラッと入ってみたいと思います。いい雰囲気の駅舎ですね。振り返って改札口を撮影しております。電車はこのあと30分後しかありませんので、プラットホームの端まで撮影してみたいと思います。レトロなベンチですね。駅名板は新しい感じですね。リニューアルされたばかりのような感じです。午前10時過ぎとは思えない静かな佇まいの塩見橋駅であります。30分に1本しか電車もありません。静かな駅です。歴史を感じるベンチがありました。駅の周囲を見てみましょう。駐輪場ですね。塩見橋駅は大阪府大阪市浪速区桜川にあります。
南海電気鉄道高野線の駅であります。南海電鉄では最も北に位置する駅であります。その歴史は1900年9月3日道頓堀駅として開業、1901年1月1日塩見橋駅に改称されました。1956年11月16日駅舎改築完成、2020年10月4日駅舎外側に壁面アート完成であります。駅構造は東端式一面二線のホームを持つ地上駅であります。ホームは2番線までありますが、大半の列車は1番線を使用いたします。このような閑散とした駅でありますのに残された理由は、なじわ筋線との接続計画があったためだと思われます。しかしそのなじわ筋線の接続も2017年の計画変更により頓挫いたします。塩見橋駅はなにわ筋線の接続駅にはなれなかったわけです。なにわ筋線の構想から外れた塩見橋駅でありますが、南海電車はこれを廃止するとは言っておりません。何よりも住民の足として活用されているようです。私が撮影した日でありますが、乗客の方が7、8名、クリーンスタッフが3名ほど乗っておられました。南海電車の本気度が見えるような気がいたします。塩見橋線の動画を YouTube で見ておりますと、廃止目前、都会の秘境、これでは将来がというような文句がよく出てまいりますが、南海電鉄はまだまだ諦めていないような感じがいたします。駅をきれいにし、掃除を行き届かせ、芸術の力で駅を盛り上げようとする、そのような姿勢を私は高く評価したいと思います。都会の喧騒に疲れた方々がしばし昭和の時代にタイムスリップすることができる、そのような路線ではないかと思います。少し嬉しい報告は、阪神桜川駅ができたことにより乗客数が少し増えたという報告を読みました。誠に私も桜川駅をエスカレーターで登りますと、すぐ上にこの塩見橋駅がありました。ご夫妻でまたお友達と昭和レトロの雰囲気を体験できる素晴らしい駅であります。思いつきですが、王城鉄道が五能線の古い車両を導入して集客になっているように、南海電鉄も例えば小田急のロマンスカーとか、そういう珍しい車両を導入すればいかがかと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。